皆様こんにちは。早稲田大学の工学部以前の調整と申します。本日公安会にお越しいただいてどうもありがとうございます。今日は戸田歴史健吾様を招待することができて大変嬉しいです。日本は先進国としては、物質的に、豊かな生活ですけど、精神的に、もおいしい人々が少なくないと思いますけど、今日はこの講演会で黒田歴史健吾様の故郷の思想を講義していただいて皆様に役に立てれば幸いと思います。どうもありがとうございます。嗯，在这个学校里跟大家有一个这样的交流，很高兴。因为对我来讲也是一种，怎么讲，就是自己认为是一种学习。今日このチャンスは持てて皆さんとこちらで交流できてとても嬉しく思います。なぜなら私にとっても今天我们要探讨一个话题，就是说快乐的人生，也就是说我们世界上的每一个角落的任何一个国家的人们来讲呢，从早上到晚上一直为了获得一个幸福的这种人生，都在奔波忙碌，一直寻找。不仅是我们人类，实际上我们看到的这些动物呢，也是一直忙着自己的这种追求幸福的生活。今日私たちある話題に取り組みたいと思っています。それは幸せな人生、世界どこでもどんな人でも人間だけじゃなくて動物たちでもそうだけれども、毎日朝から目が覚めた時から幸せのため毎日頑張って一生懸命やっていらっしゃいます。我本人也曾经特别追求过幸福的生活，但是后来通过佛教的这种教育，学习修行，也感觉得到实际上人间的幸福呢，也只是暂短的。幸福的最后的这种根本呢，也会破灭的。因为佛教里面讲三道痛苦，困苦、坏苦、辛苦。从辛苦的角度讲呢，实际上现在我们所感受的很多很多的快乐呢，不断的在变化。也许呢，这种快乐就会很有可能变成下一个痛苦的根本的因。我们当场感觉得到这是特别的一种开心的开始，但实际上没有想到，就是原来你当时认为的非常快乐的这种生活呢，也许不断的在创造，对你不断的创造一个痛苦的这种因缘。私は仏教を学んでから今まで、あることを認識しました。それは今の我々が認識している幸せはとても無常で短いものであると。仏教では苦しみを3つのカテゴリーに分けて、苦しい苦しみ、それで変化する苦しみ、そしてカルマによる苦しみという3つがあります。今私たちは幸せの因だと思っていること、とても嬉しい楽しいと思っていることも変化すればそれは苦しみになったりします。だからこれは私がとても今日学んで認識した重要なことの一つです。因此我最后特别希望包括自己本人也好，或者是其他的人，
都想获得一种内心当中的真实的一种快乐，因为内心当中的如果快乐我们得到的话，每一个人有自己的心，依靠心来得到是非常容易的。如果依靠一种外在的事物来得到的话，那这种快乐呢，首先是不好得到，即使你得到呢，它很容易失去，即使没有失去呢，它也会变来变去的。在这个过程当中，给我自己也是带来可能很大的这种不安全感。私の今日の、最も強い、希望というか、それは私自身、そして皆様、みんな心の内側の本当の幸せを得ることです。もし心の内側の本当の幸せを得れば、それは幸せになることはとても、なりやすい。もし私たちの幸せは外側のものに、依存するのであれば、その外側の条件を得ることもとても難しいし、それらの条件は無常ですから変化しやすい、失いやすい。だから心の中の幸せを得ることはとても大切です。因此我在向我们现在在座的人呢，可能，知道全世界的这些所有的信息不困难的，但是最困难的是什么呢？知道自己的内心世界，这是很困难的，而且很少人有人关注自己的内心。皆さん、今全世界のいろんな情報を得ることがとても便利になっている世の中ですけれども、いろんな情報、インフォメーションを得ることがとても得やすい。しかし私たちは自分自身の心を知らない。自分自身の心を知ることを方法は知らない。だからとても難しい。そして自分の心を知ろうとしている人も少ないのです。我们在座的人都知道。二十世纪呢，实际上是一个战争的世纪。那个时候发生过第一次世界大战、第二次世界大战等等，人类都处于一种血腥的这种生活当中。二十一世纪呢，它是可以算是一个和平的世纪，但更重要的呢，它是一个信息化的时代。在这个时代当中，信息爆炸，信息泛滥，所以我们一早上起来，一打开电视 iPad 或者说是你的手机，就让全世界所发生的重大的事情全部轻而易举地展现在你的面前。20世紀つまり一個前の世紀は戦争の世紀と言われてて、2回ほど大きな戦争が起きました。とても残酷です。21世紀は平和の世紀とも言えます。しかし今は世の情報が飛び散ってて、情報が多すぎて困る場合もあります。私たちはみんな朝起きて目が開いたらすぐ自分のスマートフォンや iPad を見たりテレビを見たり、たくさんの情報を自分の中にインプットしますよね。你早上起来还没有正式起床，你查一查眼睛之后呢，你打开手机，可以看到哦，这个国家发生了什么地震，死了多少人，这个国家发生了火水灾，什么淹没了什么个村庄，那个国家一个飞机掉到海底下去了，那个国家发生战争，有多少万人已经变成无家可归的难民。等等诸如此类的很多的非常触目惊心的这些新闻呢，全部你在短短的时间当中你都可以就是得到。朝起きてまだ布団から出てないにもかかわらず、スマートフォンを見れば、世界各国で起きた事件、災害など目にします。例えばある国は地震が起きて、洪水の災害が起きて、あるいは飛行機が落ちたり戦争が起きたり、たくさんの人々が難民になったり、所有情报都一気に受け取されます。是不是虐了一点？都说了吗？都说了。说了啊。地震。
战争多少万难民，说了是吧？啊，可以。同时我们可能得到的信息呢，对自己完全没有任何关系的，甚至对自己，对自己的思想行为有所矛盾的很多信息呢，也是每天不断的在接受，就是在感受着。しかし、これらのたくさんの膨大な情報は、ほとんど私たちと全く関係ない情報だったり、あるいは自分のその思い、あるいは目標などと逆の方向に行く情報ですね。美国有一个语言就对未来学家他是这样说过，就是他的名字呢叫做是应该说是忘了名字，有一个语言学家他是这样说的，他说我们现在得到的很多很多的这些信息啊，很多信息呢不一定是个资源，它很有可能是对我们带来一种灾害，它会变成我们的一种生活的燃物，是一种燃物。它的这些信息呢，不单对我们的生活不一定有意义，甚至背道而驰。所以有时候可能我们人类就是在这样的各种各样的爆炸的信息当中迷失方向，无法抉择。每天都是我们会接受一些碎片信息，但是对我们的人生、生命、对自己的生活的质量，真正能不能提高呢？可能现代的人需要该细致的去思索它。あるアメリカの未来学者、名前はジョン・ネスピッツ氏が言いました。今のたくさんの情報がもう世界中に膨らんでいるこの状態はあまり良くないと、これらの情報は資源ではなく私たちにとって災害として捉えることですら可能です。例えば私たちの生活がこれらの情報によって汚染されたり、あるいはこれらの情報は私たちの生活に何の利益ももたらたらすことができない、逆にいろんな悪影響を与えています。私たちは毎日断片化された情報をいっぱいインプットされて、人生の本当の目標を見失う危険すらあります。私たちの生活、人生に全くあまり意味のないものになってしまっていますね。我们现在在生活当中特别追求的有些信息呢，表面上看呢可能很好，但实际上让我们的内心呢就是越来越浮躁，越来越处于一种边缘化或者世俗化、低俗化，很有可能的。所以，早在这个80世纪左右的时候，印度的吉天伦舍他是这样说过，他说我们的这个生意的这种地呢不是信的结晶，那么人们的反复的信呢，就是实际上是他所得到的一种低俗化。也就是说我们大多数的人他没有经过很深深的智慧，凭自己的感觉、凭自己的想象、凭自己的喜好去随意接受一些事物，但其实这些事物呢并没有真正照到你的并没有照到他的正向，也许跟自己所寻求的这种真理呢会擦肩而过。8世紀の生活の中で私たちはいろんな情報に置かれるんですけども、可以坐着坐。から見れば、それらはいい情報かもしれません。しかし、いろんな情報がインプットされすぎて、しかもそれらの情報は本当に世俗な情報ばっかりで、私たちの心のそういう割とレベルの低い世俗な状態にしてしまいます。8世紀の時、インドの皇族シャンティデーバーが言いました。将棋体は心の対象ではありません。
で心の対象、つまり私たちの世俗の心の対象は世俗体だと、つまり世俗的な思いなどです。だから私たち大多数の人々にとって、普段実は何の選択もなく、ただ目の前に来た情報を無条件にあるいは無意識に受け入れて、それらの情報は有一个法国作家叫做是Samuel Beckett， 他是1960年代的时候获得过诺贝尔的文学奖，也是一个校所家，他也同样的跟佛教的观点有同样的观点，他说我们庸俗的感知，只能关注庸俗的现象。其实我们很多人可能接触的非常简单的，我们看到的广告和人们大家在特别追求的这种东西呢，因为你的心里没有很多很多的这些这种很坚固的智慧的时候，对外在就是特别去寻求。所以我们庸俗的感知呢就是很有可能去特别喜欢就是表面的一些现象，但这些现象的背后呢，就是不一定有一个特别坚实的意义。相提点吧，同じようなこと、実は69年ノーベル賞文学賞を受賞したフランス人の作家サミュエル・ベケット氏の同じようなことを言っています。それは私たちの世俗な心は本当にあまり意味のない世俗なことに対しても対しするだけ興味を持ちます。彼のこの見解は仏教の見解とシャンティデーバの見解と似てますね。私たちは普段テレビやコマーシャル広告などを見てとても正しくそれを受け入れてしまいます。気づかないうちにそれを全部私たちの心にインプットされます。人は知恵のない時とても表面的なものを追い求める傾向があります。しかし表面的なものいくら綺麗でもその背後に本当の人生にとって価値のあって意味のあるものなのか我讲这些呢，我并不是对现在的社会没有信心，就已经变成悲观主义者，也不是这样的。我也不是很多日本的年轻人那样，就是享乐主义者。但我呢，很想通过一些这种分析的方法来让很多人一起分享就是现在生活的这种真实的这个意义。私はこれらのことを言ったのは別にこの社会現代社会に対して信念を失ったわけではありません。悲観主義者になっているわけじゃないです。ただし私は今の若者のような人生を楽しめばいいというような行楽主義でも仏教の知恵、教えを通じていかに私たちの人生の意味のあるものでしょうか、皆さんと分かち合いたいです。很多人让我讲那个人生的快乐，但是人生的快乐呢，在日本讲不知道日本人快不快乐。应该很快乐，不过我没有发现而已。但我在不同的有些报道和对有些方面的话呢，就是对世界各个角落的人呢都有不少的痛苦。对日本来讲呢也可能不例外。不管是孩童时代年轻人还有这个老年人呢，尤其是现在我听说有些孩子啊，在学校里面呢就是经常也是多多少少的受一些欺负。其实各个地方都有，但是因为日本呢从小就非常有组织的有这么一个
严格的教育的这个国家，这样的教育体系，在这种情况下呢，很有可能有些孩子在学校里面的一些行为的话呢，有就更多的一些学生对他的一些不满啊、欺负啊、虐待啊，这样之后呢，其实孩子在学校里面也是感受过不少的痛苦，一个是学习的压力，一个是受到别人的这种歧视，同时呢，父母对他的一些强加的压力，所以，很多孩子从小呢，感受一个人生的真正的，这种快乐呢，也有一定的困难。今日の講演のテーマは幸せな人生というふうになっているんですけれども、じゃあ日本人は幸せな人生を持っているかどうか私にも分かりません。世界は今いろんなところでみんなとても苦しい人生を送っています。日本の人々も人生の中でたくさんの苦しみを経験しています。それは子供でも若者でも年寄りでもみんなそれぞれの苦しみを持っていると思います。例えばこの子供の場合、小さい時から、いじめという問題が大きくなっていますね。それはとても組織の観念が強い日本のクラス、日本人の子供のクラスの中で、ちょっと自分の行いによって人の不満を招いていじめにあったりします。だから子供はたくさんの子供は小さい時から勉強のプレッシャープラスいじめプラス自分の両親からのプレッシャーを受けなければならないんです。だから小さい時から人生の苦しみを味わっているんですね。那讲到年轻人会不会快乐呢？作为年轻人来讲，当然也有很多人非常快乐的，但也大多数人家可能压力，家庭的压力、工作的压力，有些年轻人可能，从早上到晚上，甚至十多个小时上班，不断的加班，也很辛苦。有些人实在是压力扛不过去，因为在竞争当中呢，这个自己压力扛不过去的时候，有些选择这个自杀的这种现象也有。今年大概是7月8号的一个这个英国《每日邮报》这里面就讲到了一个消息，就是说是日本呢，就现在日本就是有这个年轻人。男种当中就是灾难，就是就有100多万人，100多万就是我们说的灾难灾女，就是也就是说债聚在就是就不出来，也不愿意跟别人沟通。像欧美国家有特别多的人都抑郁症的人，那么日本这边呢，就是也听说有这么多的年轻人，100多万人啊，本来的是日本人也不太多，然后他们呢，就是也不愿意跟别人沟通，白天的睡觉，晚上上网看一些漫画，就是喝一些酒啊，就是就这样啊过着。这种人呢，就如果是真实的话呢，就是也可能很多人是不开心的。では若者はどうかと言いますと、たくさんの若者は一見人生を楽しんでいるように見えます。しかし大多数の若者たちはみんな家庭や仕事のプレッシャーを受けています。例えばサラリーマンたちは朝から晩まで十何時間も働かなければなりません。よく残業もします。とても苦しいですね。そしてもし社会の競争のプレッシャーを耐えられなかったら自殺を選ぶ人も多いようです。今年7月8日のイギリスの新聞デイリーメールにある記事が載っていました。それは日本の若者の中でもう100万人以上の引きこもりの人々がいますね。欧米ではたくさんの若者がうつ病になっているんですけれども、日本は引きこもりの現象をとても満たします。このような若者たちは
昼間寝て夜起きて漫画やテレビを見たりゲームだったりするような生活を送っていますね。啊，说是有一个年轻人呢、啊，他是在三年当中跟别人没有交往，就是除了这个吃饭、睡觉、上厕所以外，我们昨天讲一个吉田菩萨的三相者的故事，所以他们现在，吉田菩萨是三相，就是是应该是他有成就的内在成就的，而现在的这些年轻人呢？听说外面看这个灯是亮着的，就是外面看哇，就是灯是亮着的，说明我们孩子还是在健康的在活着。就除了这个之外呢，没有任何的这种信心，就是活着的。就是有一个人都是在三年当中没有跟任何人交往，那这种年轻人呢，就是现在是非常多的。所以自己，在生活当中带来的快乐呢，很难感受得到。聞いた話ですけれども、ある若者が3年間の間、全く人と関わらなかった、そのような生活を送っていました。シャンティレーバー、インドの構造、シャンティレーバーも3年間リトリートをしたんですけれども、それはリトリートとは違って、本当に煩悩によるこの引きこもりですね。で、そのような子どもの親たちは、本当に建物の外から自分の子供の部屋のライトがついていることでまだ生きているということを実感するしかないんです。このような悲惨な状況はとても幸せとは言えないですね。其实这些痛苦呢，我觉得再从我们佛教的一些修行者的角度看呢，非常容易解决的，它根本不算痛苦。我们生活当中的人与人之间的感情的一些纠纷啊，或者说偶然带来的一些愉悦和不开心啊，或者说我们生活当中的这种压力和竞争带来的被迫感啊，就这些都是按照佛教的一些就心灵的这种训练，这样的一个人来讲呢，其实这些都是轻而易举的。仏教の修行者の角度から見れば、実はこれらの苦しみをとても解決しやすい問題です。例えば人間関係の不愉快、そして生活の中の楽しくない、嬉しくないこと、出来事、そして仕事、家庭上のプレッシャー、これらの問題は全部仏教の心の訓練によって簡単に解決できるはずです。我们现在很多人带来的这种痛苦是有些是内心的痛苦，有些是外在的痛苦，但是人们可能往往就误解成啊，如果外在的财务名声地位特别多特别圆满的话，也许我内心也快乐啊，其实这不一定的。如果我们内心自己居住一个信仰和智慧悲心等等这些财富的时候呢，内心自然而然会痛快乐的，那个时候外在的物质即使极其缺少呢，也会感受相当多的快乐。私たちの苦しみは内側の心の苦しみと外側の環境がもたらす苦しみがあります。誤解されやすいのはたくさんの人々は外側の条件が揃えば、例えば金たくさん手に入れば幸せになれると心も幸せになれると誤解しているんですけれども、実は逆で心が本当に安らぎと幸せを得れば外側の環境からあまり影響されなくなります。どんな状況においても幸せになれます。因为从历史上看，有一个藏地叫做是米拉日巴的这种修行人，他是可以说是事不过户衣不蔽体的一个乞丐，就一个流浪汉，但是他自己从他的作品当中看，就是唱过很多很多的这种快乐的歌，而且他留下来的这些作品的话，后来多少个时代当中的有无数的人呢，对生活就是有了这个希望，对人生有了这个新的这种感悟和快乐，所以
很多人只要有内心的一些潜力开发的话呢，其实快乐呢谁都可以得到的。有名な話ですけれども、チベットでは大乗女者ミラルイパという方がいらっしゃいました。彼は食べ物も服もない孤児のような生活をしている乗女者です。しかし彼の作品、つまり修行する修行の境地を自分が表現する歌の中で。その修行で修行によって得た幸せをたくさん表現されています。彼の作品後世いろんな人から読まれたんですけれども、たくさんの人々に希望悟り幸せをもたらしました。だから心の修行によってこのように確実に幸せを得ることができます。我们翻过来说，现代的一些很多财富的与具有财富具有地位的人快乐呢也不一定的。比如说我看过世界首富比尔盖茨，比尔盖茨从全球来讲应该他的财富是最丰厚的，但是因为他的微软的这个工作的特别特别关注或者是特别关心，他经常呢就离开了他的很多心爱的人，然后他就没办法就是跟他们配置说话，没办法跟他们，他也很苦恼很痛苦的，但是没办法，因为他对他的工作特意专注。所以有财富呢不一定内心当中充满很长的快乐。たくさんのお金ととても高い地位が持っていれば幸せになれるかと言いますと、そうとは限らないです。例えば世界の長者番付ナンバーワンのビル・ゲイツ氏もその牛の一人です。彼はマイクロソフトの会社の経営でとても忙しくて、自分のガールフレンドなどと一緒にいる時間も少なく、一緒に話をしたり話題に理解を深めたりすることもできなかった。だからたくさん その彼が本当にいいと思って、本業を愛せるんじゃないかと思った方々とも分かりました。だから必ずしもたくさんのお金が持っていれば幸せになるとは限りません。而我们佛教当中呢，就是获得快乐有三种人。根据佛教的龙蒙菩萨的大智度论，当中呢就讲到就是三种幸福的人生。也就是说，上等人呢就是通过慈悲心就是利益众生而获得快乐。中等人呢就是希求来世的解脱，就是在来世当中呢就是获得这个快乐，就永远就是离开了业和烦恼的这个轮回。而下等的需求人生快乐的呢，就是寄生当中获得追求快乐。也就是说，让我们现在的可能大多数的需求人天福报的这种健康啊平安啊，让我们的这个感情美满啊等等，就是需求寄生当中的这个快乐，就是这是属于是下等快乐的人。仏教には第一条論という経典があって、その中で3つのタイプの幸せを求める人のタイプが書いてあります。で、一番上のレベルの人は慈悲の心を持って他者を助けることによって菩提心から来る幸せを味わう、菩薩の道を歩むというのは一つです。中ぐらいの人々は来世の幸せ、あるいは下脱の幸せ、永遠からこの輪廻の中心から離れる、そのような幸せを求めるというのは中ぐらいの人々です。で、一番のレベルの低い人々は何を求めるかといいますと、根性の幸せで、根性の幸せというのは私たちの大多数の人々が求める、例えば健康、生活の豊かさ、そして愛情などですね。很多日本佛教徒呢，因为日本佛教的地址比较不错，已经有大概
历史的说法都不懂，可能蓝白草啊，或者说是你们这个废料时期啊，就是很多的不同的说法，但是至少也是应该1500年左右的这种历史啊，一直到现在呢，佛教算是在每一个人的心目当中呢，它是一个根深蒂固的一种信仰啊，但佛教的真正的精神。让获得人生快乐，尤其是上等快乐，利益终身而获得快乐的有多少人呢？我不是特别清楚。仏教は日本において、一つの根深い宗教になっていますが、一説によれば南北朝時代からあるいは大体1500年の歴史ぐらいがありますね。仏教は今日本人の一人一人の心の中に深く根を下ろしています。しかし仏教のエッセンス、例えば大乗仏教で言えば菩提心、他者のために他者の幸せのために生きるという仏教のエッセンスをちゃんと体得して実践している仏教徒はどれぐらいいるかと言いますと、私はよくわかりません。如果我们从小就培养这样的一种信念就是利益天下的这个人类，包括一些动物，我一定要通过我的所有的这些灵力来帮助他们的话，即使你今生当中再忙再有工作的压力的话呢，我想应该是不会那么的痛苦。因为利他的心呢，它自然而然有一种牵引，就是对自身就是带来一种快乐。もし私たちは小さい時から慈悲の心をよく訓練していれば、毎日のように世界中の人々あるいは動物たちのために、彼たちの幸せのために、私は生きよう、私は良い行いをしようと、人生の生きがいをここに置こうと持っていれば、どんなに忙しくても、どんなにプレッシャーが大きくても、そんな人生は苦しくないでしょう。苦しみはないでしょう。なぜなら利他の心、他者を利益する、他者にの利益を考える心は、おのずと幸せをもたらしてくれます。如果我们第二种人的快乐追求方法，追求快乐的方法，也就是说，对自己人的来世生生世世很关心，就像我们藏族人。藏族人的话，可能大多数的人虽然也关心近世，但是更重要的他们都会想，我生生世世最好不要多善恶趣当中去，一定要让我获得解脱。所以即生的包括财富也好，自己的修行的实践也好，大多数都是放于来世的这种快乐和来世的解脱上。在这样的时候呢，我们虽然工作可能比较忙，生活比较枯燥，但是呢，实际上人们呢也活得很开心。じゃあ中国外の人々、つまり来世の解脱を求める人々はどうなるかと言いますと、一番いい例はチベット人ですね。もちろん彼たちは今生の幸せも求めますが、でも主に来世の幸せのため、三悪趣に落ちないように今生生活のにおいて様々な修行を行って来世の解脱を目指しています。もしこのような状態であれば、今生いろんな苦しみ、不幸に直面した時、そんな大した苦しみとは感じません。如果我们说第三种的追求，也就是说极盛当中的一些人天的这种快乐，那这样呢，也许可能我们的日本的佛教徒当中呢就是比较多一点，不仅仅是日本，现在我发现的这个全球当中的很多人呢，一听到这个来世的解脱呢，大家好像没有什么感觉啊，就极盛当中长得很漂亮啊，身体很健康啊，然后你的生活平平安安，不出什么事情啊，这个时候呢大家很关心啊，就时间当中全世界很多的这种追求下等快乐的人呢，
是占多数，当然这个也是可以的，在佛教当中完全可以的，但是其实这是一个非常短暂的，我们知道是一个人能活多少年，听说日本人活得比较时间长一点，就很多日本人说我们的平均年龄是80岁，但是呢我不太相信，就是平均年龄80岁恐怕有一定困难，我这次去非洲的一些国家，他们很多的平均年龄是30-40岁，就是我想日本这边的健康和各方面的是应该不像他们，就是应该活得和比较长的，但是不管怎么样，我们再怎么样长寿也是活不了很长时间，所以今生是一个短暂的，即使你特别顺利特别快乐呢，也许相处的时间并不是很多的，作为我们一个人的话呢，对自己的长远的安乐和长远的这种生活呢，就是也不得不关注。じゃあ、あの3つ目のタイプの人々、つまりあの、まあ、仏教から言えばあの低いレベルの人々はあのどんなふうに幸せを求めるかといいますと、根性の幸せをあの求めますね。でこれは日本人の仏教の中であの多分多いと思いますし、全世界実はあの全世界でもそうなんです。で、グラスのことをあの話せばあの興味持たない人がたくさんいて、たくさんいて根性 の, あの幸せ、例えばあのとても綺麗になりたいと、あるいはあの生活で、とてもあの安らぎを得たいと、あるいは健康になりたい、という目的であの仏教を修行している方も大勢います。これはもちろん、それはあのいいんですけれども、でもこれらの幸せは本当に短く無常であります、私は日本人の平均寿命はとても長いと聞きました。あの87ぐらいあると思うんですけれども、本当はあのそれもなかなか難しいことだと思います。例えばアフリカの平均寿命は30から40ぐらいですね。で日本の平均寿命は長くても実は大きなスケールから見ればやはり短いものであのすぐ終わってしまいます。せっかく あの人の体を得て、その人として、もっと長い目で、例えば来世の幸せなども実は考えるべきだと私は思います。不管怎么样呢，我想我们很多人应该，一方面可能我们依靠外在的一些事物来获得生活的质量，但仅仅依靠这样呢，实际上跟动物没有什么差别。我们知道动物也是通过跟其他的一性的借助啊，吃草啊，喝水啊，也是获得一种外在的事物来从满足自己，这是动物也会，而人类是在这个更高的上面，就是我们有一种自己精神的这种快乐，这种精神的快乐呢也不是依靠他人，应该从内在的内心的开发。以前有一个叫黄檗禅师啊，他说是此法即是心，心即是此法，也就是说外在的一切法呢，就是其实在我们内心当中都拥有的，我们内心如果真的能开发的话呢，它是用之不尽取之不尽的一个大宝藏，如果我们以这个宝藏来满足自己满足他人的话，的确也是人们会有一种用之不尽的快乐，可是真正能享受这种快乐的人呢，如今在这个世界上是寥寥无几。もちろん、あの私たちとは、あの生活していくうちに自然とあの外側の環境に依存してしまいます。しかし、あのこれだけだと、実は動物とそんなに変わりません。動物もあの外側の環境、例えば食べ物、あるいはあの異性との関わり。などを求めて生きているんですけれども、もし私たちは人間もあのそれしかあの追いかける目標がなければ、その動物とは変わりません。人として動物と違ってあの心の幸せをあの求めることが可能です。外側の環境に依存しない幸せを求めることが可能です。例えばあの箱禅師というあの禅のお坊さんは言いました。心は実は外側の環境で、外側の世界は実は心の映し出された原因であるというふうにおっしゃいました。
まさにその通り、心はまるで如意宝のような宝物で、その中からたくさんの限りのない幸せを得ることが可能です。しかし自分の心を修行して、その中から限りのない、限界のない幸せを得る人々はとても少ないと思います。ほとんどいません。你们可能有些也清楚，现在很多人这种怎么讲啊，就是用佛法来从事自己的时候呢，有一个很好的方法，应该先知道，就是在佛法当中能满足自己的特别多。比如说我们讲禅，就禅种啊禅，那么这个禅修呢，它可以很多人有不同的方式来接受。一个观逆者来讲呢，他通过修禅的方式来获得人性的最高的一种观念。你只要心能观念，心禅修，那所有的你的员工和所有的人们呢，慢慢慢慢就是人可以跳入，然后到达你的这个观念人的最高的一个层次。如果你是一个教育学家的话呢，那么对老师和对学生的心的调整，然后呢提高教学质量，开发自己的前有的这种智慧和能力，然后提高你的成绩。如果你是一个体育的话呢，那么应用在禅，就是应用在体育上面的时候，依靠这种禅修将我们的身心健康达到最高的这种标准，也可以说是实现自己的目标，就成就自己的夙愿。因此在仅仅是我们这样一个禅的话呢，那么对我们不同的层次的人呢，他都会得到不同的效果。仏法を用いて私たちの人生の幸せのために修行するとき、実はいろんな人がいろんな角度からその仏法を利用して実践できると思います。例えば会社の経営者は禅の思想を用いて、その自分の部下を禅の心で訓練する、あるいは自分の心もそういうふうに禅の心で訓練する、そうすると調和をもたらし、最高の管理者となって最高の効率を得ます。で、教育者は教育家は禅を使って、学生たちの知恵の潜在能力を引き出して、やがて成績の向上にもつながります。で、スポーツ選手たちは禅の修行を通じて心身ともに最高の状態になって、いい成績を出すことも可能です。だからいろんな人はいろんな方法で禅を使って仏法の実践をして幸せになることが可能です。これはただ禅だけでもそれらを考えられますね。但是对我来讲，我对日本不是很了解，但主要从这个佛教的一些文思修行，或者说是系统的这种学习方面的话呢，可能跟藏地和跟其他地方有很大的差别。本来是日本这个国家呢，在全世界来讲，它的战略性非常强，很多强大国家也特别害怕，具有非常好的一些组织性啊，再加上它的科技技术的水平也特别高，然后人呢也会懂得规矩和这种礼貌，就是特别特别就是守规矩的，就是这样一个民族和国家。如果他以他的很细微的这种思维或者智慧来研究佛教，那么佛教里面的慈悲也好，禅修也好，或者说是他的一些空心观和涅槃观，那么用的这个全世界的精神界的话呢，那也许可能跟全世界确实是带来很大的这种改变。但是恰好就是可能有一些呢，当然是日本的佛教非常水系的，但也有一部分的话，佛教就是不是变成一种边缘化和新式化。在这样的话呢，我觉得很有必要，就是我们有时候一些居民呢，就是换一种方式来
按照日本人们共有的这种智慧和力量来，对全世界，就有一种贡献的话，那就是更是非常期待的。私は日本のことをそんなに知ってるわけじゃないんですけれども、仏教 の世界だけを見れば、その仏教を門修習する環境はチベットと比べて大きな開きがあります。日本という国はもともととても力を持っていて、その強い精神力、強い団結のもとで素晴らしい国を構築していますね。もし日本人のこの良い心、例えば真面目さ、そして物事に対する責任感、細かいところに対するセンスを仏教の勉強あるいは修行に生かせば、例えば菩提心あるいは伝あるいは空性に対する見解、修行、もし日本人はここに力を注げば、必ずその仏教を通じて世界に大いなる貢献をもたらすことが可能だと私は思っています。しかし残念ながら今仏教は日本ではちょっと表面上の形だけ残っているような形になる傾向が見られます。もし現状を変えて日本人共通の良いところ例えば知恵あるいは力を用いてその仏教を通じてしっかりと学んでいかせばとても世界に貢献ができると私は思います。对全球范围来讲，如果日本造的一些产品的话呢，大家都非常信任，不管是车也好，我们在80年代的时候有一些小录音机，如果是日本产的话呢，我们都会肯定质量很好的，是因为是它是日本做的小录音机，如果是日本产的话，那肯定很好的。刮胡刀就是日本产的话肯定很好的，所以说我们对产品就是外在的这个物质的产品方面非常非常这个信任的。那精神方面呢，我相信就是如果我们严密的去研究的话，那就是更是超越。全世界範囲で日本の製品はとても信頼されています。例えば車あるいは80年代私は印象深かったんですけれども、日本製のラジオヒゲ剃りなどとても大人気でした。日本製というだけ言えばもうハイクオリティのハイクオリティであることを象徴しているようなものです。もし日本人はその力を心のあるいは精神的なその勉強修行に使えばとても大きな力にとても大きな力が出せると思いますね。当然我们佛教的这种思想呢，有时候可能需要一些深度的去挖掘，有时候呢就是需要前线方面去了解。昨天我在东大的时候呢，有一个教授问我，他是去过哈佛，也去过世界各地的一些名牌大学，他说你造在10年前的这个中观根本会论等这些呢有一定深度的，然后现在呢在学校里面就讲的是有些是比较欠的，为什么？就是你应该是像我们这样的这种大学里面应该建非常非常深深的专业化。他当时给我问的这个问题。仏教の教えを学ぶとき、時々時には深い見解を学ぶ必要があるし、時にはその基本を学ぶ必要もあります。昨日東大のある教授は私に質問しました。10年前あなたの中眼に対する解説を私は聞いたことはありますが、なぜ今日東大の講演でとてもそんな深くない内容分かりやすい内容しか話さなかったかというふうに私に質問しました。然后我给他的回答呢，我说其实我还是喜欢讲一些神一点的话，虽然我智慧不是很高，但是我很想讲一些神法。但我到外面的这个一些学校啊、大学啊，就这样，如果我讲的太专业了、太深了的话呢，很多人都打瞌睡，所以我不愿意看到这种场面。所以呢，我就尽量的，就是讲一些比较简单的，
以前我刚开始去大学的时候，每次都是我讲一些如来藏啊、空性思想啊，一直讲。但是除了这个几个教授以外呢，就是其他都就并不是很专注。后来呢，无论是什么样的环境，我在外面的时候呢，就尽量的讲一些比较简单的，然后可以说我的每年的时间呢，可能三分之一左右在外面讲，就是比较简单的，然后三分之二左右呢，就是在学院当中，就是给佛教徒就是讲一些比较深一点的，可以怎么说就接受。但是他后来有给我问，那你这样的话，你为什么去这些名牌大学讲？私の答えは、私には治療はないですけれども、実はその深淵人心などを解くのが好きなんです。しかし、深い仏法を話すと、居眠りする方がいっぱいいらっしゃるので、やっぱり簡単な内容を話すことにしました。以前、私は如来像、あるいは空性などの仏教思想についていっぱい講義したんですけれども、それは大学での講義なんですけれども、数人の教授以外はみんなよくわからないという状態で、やっぱりずっと集中して聞くことはできませんでした。だからそれ以降、私は外でちょっとわかりやすい話をするようになったんです。私は今毎年3分の1の時間は世界のあちこちで皆さんに対して分かりやすい仏教の話をしますが、3分の2の時間はラルムスカピンで、そこで仏教を学ぶ学生たちに深い仏教の話をしています。そして教授はさらに私に聞いたんです。じゃあなぜあなたは有名な大学ばっかり選んでそこで講演するんですか？我对他的回答呢是这样的。实际上我个人而言呢，我也去过名牌大学，也去过一些一般的第二流第三流的那些大学，还有一些中专啊、中学啊、校学啊，包括一些孤儿院啊，还有一些实践的一些监狱啊，还有一些叫这个就是什么就是那种戒毒所啊等等，就是这些也是去过。我只要有意愿有机会的时候呢，都可以去。对我来讲是一方面有一些差别，我想这个名牌大学到底是他们的教授是什么样的智慧，就是然后去看看问一问，就是他们也对我问一问比较尖锐的问题，看我能数不数得了，就是然后我也有这种想法。但是还有一个想法呢，是可能学校的名气比较大的话，那都人们比较关注。比如说我这样一个藏传佛教的思想呢，我在一个小小的寺院讲呢，别人都不一定去关注。如果我在东京大学讲的话呢，我也许讲的是一模一样的，但是别人觉得啊，东京大学就是讲藏传佛教到底是什么样，让我在一个小小的寺院讲啊，这个小寺院没什么看的。所以呢，有时候这个讲佛法就是终身结下佛缘的时候呢，也许在有某个意愿上面有一些差别。我的是个人としてとても有名な大学もよく講演しに行きますし、そんなに有名でない大学にも実はよく講演しに行きます。中学、専門学校にもよく行きます。で、孤児たちが生活する学校にもよく行きます。刑務所もよく行って、犯人たちとに対して講演することもたくさんあります。で、私にとってそんな大した違いはありません。強いて言えば、その有名な大学に行って、私はじゃあとても素晴らしい大学だから、こちらの先生方はどんなに鋭い知恵を持っているでしょうか、とても好奇心を持って、多分お互いにそういう好奇心を持ってやっているでしょう。これは一つの原因です。じゃあもう一つ の原因は、有名な大学で講演すると人々の注目をよく受けます。で、小さい例えばお寺で講演すれば、この講演に対する
人々の関心は多分足りないところもあります。でも例えば東京大学で講演会があるというふうにみんながきっとたくさんの人々は興味を持って聞きます。だから仏法をたくさんの市場に広めるというポイントにおいて有名な大学で講演することにはそれなりのメリットがあります。所以我要讲到这个意思呢，就是说你们不管是即使大学的教授也好，一般的一些佛教徒也好，一方面既要对深圣的教理就是要有深圣的研究，更要对一些简单浅显易懂的这些法理呢都要去了解。否则的话，我们现在很多人是比较忌断，就是有些人就很傲慢，我只要听一些圣的法，中观空性、大圆满等等，除了这个以外什么都看不惯看不起。有一部分人我认为这些圣的法我不敢接，我只要简单的一个皈依啊，就是一个无常观啊就可以了。其实不能这样的，我们每一个人所有的这些知识呢就是尽量的去学，在学的过程当中你自己的这种人生的真实的这种利益和快乐呢自然而然会获得的。例えば大学の教授でも一般の仏教徒でも、私は深い仏法を見た目は優しい仏法も両方バランスよく学ばなければならないと思います。で今の状況から見ますと割と人それぞれの好みで極端に仏教を自分の選択によって学んでいる方が多いような気がします。例えばある人はとても傲慢でもう私は俗者やマカムドラなどの方しか興味ありませんとすぐそれを教えてくださいという方々もいます。もう一つの極端はもうそんな難しい仏法は私には分からないともう簡単な帰依とかあるいはその他のとても優しい仏法しか私はもう最初から分からないと決めつけて自信を持ってない方もいられます。私はこの両方つまり人心なる仏法と優しい仏法両方しっかり学ばなければならないと思いますね。我们有了这样的全面的系统的一种认识，认识真理，认识佛教，认识我们的性的这种奥秘，在这个时候世界呢就是应该是变得就是更加的这个如何跟我们越来越相应。就像你们日本这个有一个禅师叫成田大作吧，就成田大作，他曾经也是说过，掌握这个哲学的话呢，相当于是心里燃起一个太阳。那么依靠这种太阳的光芒呢，让迁出这个人生当中的这个黑暗，就让这个世代迁出世代的这种黑暗。那同样的，我们每一个人，如果是对内心的这个把握和对内心的一些感悟的话呢，他对整个外在的世界呢，就是变得更加的这种美好。全面的にバランスよく仏教の勉強修行をすることはとても大切です。これらの勉強と修行によって真理に対する認識が深まります。でこの世界の真相についてより理解が深まります。心の本当の力潜在能力そして秘めているその幸せを発見することができます。日本に有名な禅の師匠がいました。池田さんですねが言いました。哲学を把握すればまるで心の中に太陽が昇ったようにその知恵で無明の暗闇を照らすことができます。まさにその通りで私たちは自分の心に対するコントロール自分の心を把握すれば外側の環境はどのようになっていても私たちは幸せになることが可能です。